はい、平安鎌倉武士彦、武田信義子、ここは信義子のお墓のある岩子社さんです。入り口の奥のところには非常に綺麗な、本堂が見えてます。新しく建て直したようですよね。このちょっと扇状っていうんですけど、ちょっと曲がってる山門がちょっと特徴的で、でまあ武田氏始祖開祖っていうんですかね、武田信義子、こちらに静かに休まれてます。で武田家の家臣にですね、日があるかな、ちょっとこんな雨になってしまったんですけど、ここにありますね。まあ近代に建てられたもので、武田氏の、家臣の人たちの子孫の方たちが集まった会がありますので、ここに建てられたということになりますね。お墓も奥にあるんですけど、ちょっと一般のお墓も非常に多いんで、雨になってしまったので、ここ来るといつもね夕方だったりするんで、今日早めに来たんですけど、立派な本堂ですね。宝物館あるんですけど、今工事中ですからちょっと映しませんけど、武田信義、武田あの館はまたちょっと別のところにあるんですけど、武田氏館、後で行きたいと思いますね。その武田信義子、武田氏を追ってきましたけども、死んだ三郎義満公、それと、義清という方が氷見氏になってますが、氷見を名乗ったと、武田とも名乗ったと、つまり氷見氏、氷見義清、源の義清、または武田義清、その子の清光がもうやはり氷見氏だから、本来は佐竹、氷見、平賀と、平賀というのは佐久地方なんですけど、後に活躍する武将ですけど、みんな一律でですね、武田氏は信義が小さく書いてあるんですけど、抜きん出て大きかったということではないんですよね。だからだんだんその氷見氏と名乗っていたのが武田信義になって、武田姓になってから一気にですね、力をつけてきたと。あ、ごめんなさい、この子ですね、はい、武田氏系図、清光君にこれだけお子さんがいるんですよね。信光、信政、信時と、信玄、勝頼、信勝と。ですから最初からですね、信義子も、力があったわけでもなくて、甲斐を統一してたわけではないんですよ。要するに甲斐の国っていうのは甲斐源氏の人たちが、その各拠点にですね、土着して、いわゆるその元々黒人の方たちって甲斐の国にもいましたからね、そういう人たちを押しのけてというか、だんだん領地化していってですね、やはり、源氏の世の中でしたから、源氏の強さっていうのはありましたから、そういう意味でね、勢力を押し広げていったということになりますよね。非常に綺麗で最初来た時は、私たちも立ってたんですけど、もう完全に木の匂いがすごかったですね。ここもお堂になってて、御霊廟、御霊殿、信義子の御廟所はこちらです。結構広いんですけどね、囲まれて、ここは歴代住職さんのお墓がありますけど、お一人のお墓で、武田家のお墓っていうのは結構甲斐の国にあちこちにありますけども、歴代が全部揃ってるわけではないんですよね。エリンジというのは信玄公の一応お墓がありますけども、信玄公はね、全国っていうか、甲斐信濃を中心にかなりありますけど、武田信義の墓となってますね。新しい看板が出てます。すごいですね。ここから墓碑までが20メーターぐらいありますか。かなり大きなものです。
まあ、息子についてはこちらで書いてありますね。はい、ちょっと別に話をしましょうか。こちらがお墓ですね。先にちょっとお墓の紹介です。最近はお墓の前で喋りまくるのはやめました。別に何か誰かに言われたわけじゃないんですけど、やっぱりね、写真も動画も同じっていう考えもあるんですが、やっぱり墓石ですから、静かに手を合わせる場所ですから本来、あまり関係ない人が来てですね、ベラベラ喋るのもどうかなと。先にちょっとお墓を写したのは、いろいろこう見どころがあるということでですね、動画を出している以上は、雰囲気とか場所とか距離感とか何か参考になる形で出さなければいけませんから、ちょっと今日はお線香をあげられませんね。ここからは立ち入り禁止になります。この真ん中の大きなものが信義公の墓碑ですね。あちらに信義公の墓塔について書いてあります。武田氏始祖ということで紹介されていますね。はい、武田信義公でした。